ヤオハン、ヤオハン、ヤオハン、ハンは、静岡県を拠点とし1997年に、経営破綻した小売業者である。1929年に、静岡県熱海の八百屋として創業し、世界15カ国で店舗を運営する小売、流通チェーンに発展した。最盛期の売り上げは、グループ全体で、年間後、0円程度であった。中国では、 1995年には、上海の歩道地区に、大型百貨店、ネクステージを開業した。同店は、百貨店としては、ニューヨークの名シーズに次ぐ、世界第2位の店舗面積であった。創業者夫婦の長男であり、矢尾藩社長として、急速な業務拡大を行った、和田和夫は新宗教、成長の家の熱心な信者であり、同社ではこの宗教の教義を、社税、 口述として取り入れ、活動の原理としていた。1997年、グループ参加の主要会社ヤオハンジャパンは1、613億円の負債を抱えて、倒産、会社構成法の適用を受けた後4グループの100%子会社、マックスバリュー倒壊となり、現在に至っている。ヤオハンジャパンを除くヤオハングループ、日本国外の事業は、 1997年以降にすべて解体、生産、譲渡された。生命の実装哲学の正しい把握とたゆまずある実践を通して全世界人類に貢献するための経営理念を確立する。これは1965年、熱海の一店舗のみで営業していた当時に定められたものである。新店舗開店の際には新宗教、 成長の家の祈りがわざと社員で欠かさずに行われていたという。明治時代、貧しい農家の次男であった田島半次郎が始めた小田原の聖火賞八百藩はやがて小田原一の聖火賞となり、湯本、箱根、湯河原、熱海、伊藤一帯で手広く聖火卸を扱うようになった。八百藩の店舗は静岡県内を中心に展開した。 最盛期には57店舗を運営していた。1997年、資金繰りの悪化に伴い、経営が有料な店舗を中心とする12店舗が、大手、スーパーダイエーの子会社製風、現、グルメシティ関東に売却された。なお、大型店であった、富士吉田、串型、沼津、富士宮の4店は、食品 SM であった製風は、管理できないため、製風が購入した上で、 休眠会社であったが、同年11月に社名変更した東海大栄、地のグルメシティ関東大栄に九州に移管された。この4店は、同年12月1日から大栄の看板を掲げ営業を開始し、商品供給や運営指導は大栄側が行った。現在は買い戻しをして建て替えた沼津店、現、マックスバリュー、沼津南店を除きすべて閉鎖。 1997年、ヤオハンジャパンが会社構成法の適用を申請、事実上の倒産をした後さらに旧店舗が閉鎖された。存続店舗は、イオングループにより会社構成計画での営業が続けられた。構成計画が完了し、マックスバリュー東海へ称号を変更した後、現在の新規店舗、改装後のヤオハン店舗には、マックスバリューの名称が付けられている。なお、 称号変更後も一部の店舗は、ヤオハンの名称を残していたが、2011年1月29日から、既存の店舗も順次、マックス・バリューにヤゴを変更され、同年2月19日に、マックス・バリューへのヤゴ等により、国内におけるヤオハンのヤゴは姿を消した。タイガーバームで財を成した、八角系の分トラオーボーンハウェイと南海交易を設立し、翌年9月に、 シンガポール第一号店をオーチャードロードに出店。以後、タイ、マレーシアにも出店した。台湾には1994年、台湾東園店が開店した。経営破綻後、店舗は閉鎖され、現在は新興三越百貨店の店舗として営業している。1984年に初出店した。香港やお飯の第一号店は、深海の砂電。 サーティン店であり、最終的には10店舗が営業していた。当地には1990年から1996年まで、グループ、国際流通グループヤオハの本部が置かれ、同時期、グループ代表、和田和は、ポロックパス山丁の豪邸に居住していた。1997年の経営破綻の後、すべての店舗が閉鎖された。ヤオハン国際有限講師が、 ヤオハンの名称のもとに存続するが、経営は、ヤオハンとは、無関係の地元資本による。マカオのニューヤオハンデパート、新八百ともなや商い秋内場についても同様である。店名は、八百とも、パーパイパンと称される。1992年、中国新技術創業講師、クビッチとの提携により、北京品徳購買中心、北京八百0百貨店を開業。 これは、外資が中国の小売市場に参入した初めての例となった。1993年5月30日、試験的な出店として、上海に、上海第一800ともを開業。1994年からは、上海800半スーパーマーケット及び、上海800半モスバーガーを展開した。1995年12月20日には、 同市歩道新区に巨大百貨店、ネクステージ上海新世紀焼き苗場、新世紀商家を開店、初日には107万人の来客があり、この記録はギネスブックに掲載された。中国及び中国系住民の間では、ヤオハン、800とものブランド力が強いため、その名称が存続している場合が多い。しかしながら、それらのいずれでも創業者である、 和田一族や四グループとの資本関係はない。上海の上海第一八百ともなどがその例であり、所有、運営するのは、ヤオハンとは無関係な地元、中国資本である。1984年、ヤオハン USA は日本の食料品や日本製品を中心に扱うショッピングセンターをカリフォルニア州トーランスに開店した。 初年の売り上げは1300万ドルであった。その後、カリフォルニア州内に6店など全米に8店舗を追加開業し、1993年には年間売り上げ約1億2600万ドルとなった。また、ニューヨークマンハッタンでは持ち帰り用の寿司店、大吉を4店舗経営していた。当時の背景として、カリフォルニアにおける アジア系人口は1990年までの10年間に倍増して280万人になっており、ヤオハン USA では顧客のほぼ100%がアジア系住民、ヤオハン USA であったという。ニューヨークマンハッタンとは、ハドソン川の対岸にあたるニュージャージー州、エッジブウォーター、エッジブウォーター2988年に完成した3棟からなる複合施設。 ウォーターサイドプラザの中核テナンとして同年に開業した。同施設はフェルドマンエンタープライゼス社ニュージャージー州が同社が1985年に310万ドルで購入した土地にショッピングセンターを用途として建設したものである。当時同地区は錆びれた産業地区であったが難航時により加算だ開発費に起因する高額な賃貸料に納得する。 アメリカ企業がなく、そのために日本企業が勧誘されたという。結果、ヤオハン USA が同複合施設全体を一括でリースする契約を締結した。ヤオハングループの崩壊時に存在していた旧店舗のすべてが三つ輪マーケットプレイスとして営業を継続している。これらはヤオハンの元社員が独立して買い取ったものだという。 メトロバンクーバーの都市であるブリティッシュコロンビア州、リッチモンドのアジア系ショッピングモールの集中するゴールデンビレッジ地区に1993年、ヤオハンバンクーバー店として開店した。人口の60%を中国系住民が占める同市において、同地区はバンクーバーの中華街に次ぐ第二の中華街とも呼ばれ、当店舗も中国志向が強かったと言われる。現在は、 ショッピングモール、ヤオハンセンターとして、営業を継続しているが、経営するのは、中華民国、台湾のユニプレジデント、統一企業グループである。キーテナントのスーパー部門は、T&T スーパーマーケットの一店舗、大阪スーパーマーケット店として運営されている。同社は当初アメリカの中華系、スーパーマーケット、タワースーパーマーケットとユニプレジデントエンタープライズ社。 統一企業講師の合弁であった。2009年7月にロブロー社に買収され、現在は同社の子会社として運営されている。1992年、ロンドンに出店。寿司店のチェーンも運営していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。